独立行政法人労働者健康安全機構秋田労災病院は秋田県大館市軽井沢にある病院である。独立行政法人労働者健康安全機構が運営する。設立当時の秋田県北部には小坂鉱山、大佐、沢鉱山、花岡鉱山、大久津鉱山などをはじめとする規模の大きな鉱山が多く、鉱山に特有の人肺。 警戒など、労働災害による患者が多かった。当時の秋田県には治療できる医療施設がなかったことから、労働省が北秋田郡十二所町軽井沢に病院の設置を決めた。開設当初は内科、外科、整形外科しかなかったが、その後拡充して1985年には救急国事病院に指定される総合病院になっている。 病院が独自に所有している温泉があり、温泉を利用したリハビリテーション及び入院患者向けに温泉浴場を提供している。また、無菌手術室があり、高度な整形外科手術を手掛けている。専門医の人数は、秋田医療情報ネットワークが公開している。数値による。AB、院長挨拶。秋田老彩病院。2014年11月17日閲覧。 AB、平成27年度病院名簿。秋田県。2015年8月13日閲覧。ありがとうございます。